平金かは、平安時代中期の貴族、家人。親戚公家前は、金森王と称す。高校兵士、筑前主、平ら氏つしのぞまたは、太宰第二、平特公の三男。官位は、十五以上、駿河守る。三十六河川の一人。平金か尊も文脈によると、高校天皇の夜叉子として、以下の系譜となっている。これに関して、 以下の矛盾点が指摘されている。また、以下の復元系譜が提示されている。大学寮で、紀伝道を学び領味に給大して、義文小生となるが、天行九年、村上天皇の即位に際して、王子釈に預かるべき将がいなかったため、金森王が十五位下に助釈された。天略四年平イラ村を与えられて、 親戚降下して、越前五守に任せられる。その後も、大和元年山城助と地方官を務める。王は三年代現物として教官に服し、後方三年十五以上に除せられる。遠友長の天元二年、駿河守に任せられ再び地方官に転じた。省略元年十二月二十八日即居。最終官位は前駿河守十五以上。周位は下手。 五州和歌集における代表的な歌人の一人であり、五線和歌集以降の直線和歌集に約九十種が再録。歌集に金森集がある。その歌風は一首一首を深く考えて作るというもので、あったが難解になることもなく、比較的わかりやすい、素直な表現の歌が多い。金森といえば、天徳代理歌合わせにおける、三豚並みとの対決が有名だが、 他にも様々な歌合わせ、歌会、病部家の有力家人として知られる。生存中から様々な層は逸話の主人公として知られていた。金森が妻と離婚した際、妻はすでに妊娠しており、赤染じようと再婚した後に娘を出産したため、金森が娘の親権を主張して裁判で争ったが認められなかったとの逸話が伝わる。なお、その娘は、 赤染衛門として、大江正平に嫁ぎ、その血脈は、大江広本や大江聖茂氏にも流れている。36人化宣伝による。ありがとうございます。